ひらかずの心の授業。この番組は上田情報ビジネス専門学校上ジョビの提供でお送りいたします。起立お願いします。お願いします。お願いします。こんばんは、ひだかずこと平井和孝です。昨年11月に大豪商が上ジョビ生に伝えてくれた7つの知恵の3つ目、私を諦めよ。これは自分を諦めろという意味ではありませんからね。自分という人間を明らかにしなさいということです。しかも先週のお話深かったですよね。大豪商は私とは移り変わりながら関係を生きるものだと言いました。つまり私とは固定された私という存在がいるのではなくて、周りの人や物との関係を生きている存在だということです。しかもその関係は常に移り変わってるということです。このことを分かっている人は自分以外の人との関係性を巧みに生きることができます。実は今回の講演では話していませんが、大豪商が YouTube で以前こんなこと言ってたんです。他人との関係性を改善したいと思ったら、まずは自分自身との関係を改善することだと。どうですか？その通りじゃありません。他人との関係がうまくいっていない人は自分自身との関係がうまくいっていません。例えばですね、自己紹介で私は〇〇な人間です、これは私自身のことを話しているように聞こえるかもしれませんが、言い方を変えると私は私のことを〇〇な人間だと思ってますということですよね。つまり私と私の関係が〇〇なんです。例えば私はダメな人間です、これは私は私のことをダメな人間だと思ってますということですよね。つまり私と私の関係性がダメなんです。自分自身との関係性がうまくいっていないと、結果として他人との関係もうまくいきません。だとするとやっぱりまずやらなくてはいけないのは自分との関係の改善です。これこそが私を諦めるということです。私はこういう人間だからと思ってしまったらもう何も変わらないかもしれませんが、自分との関係性は自分次第で変えることができそうじゃありませんか。自分との関係性を変えることができたら他人との関係性はもっと簡単に変えられます。あなた次第で何とでもなります。それではまた来週お楽しみに。